はい、ではビルダーズ2やっていきたいと思います。今回は裏作業のね動画になります。この動画こうやって撮る前に着々とやってきまして、ちょっとやった部分だけ軽く見てもらいましょうか。まずねこの、まあ、これ壁ですね。壁はまずこういっぱい作ってという感じで、まあいつも通りやってて、だいぶあのかつてのね体験版の頃の迷路っぽさができてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まああとはここら辺ですかね。さらにね広げてます。うん、まあ、広すぎてもどうしていいか分かんなくなっちゃうんだけど、うん、今悩んでるのはどれだけ、まあ、どれぐらい広げていくか、うん、もうこの程度でいいのか、それとももうちょっと広げていくのかっていうのを悩んでるっていうのが一つと、うん、あとここら辺になんか持ち合わせてるものだけでね、うん、作ってみた。こんなトンネル、この先にはですね食事処が一応置いてあります。はい、なんかねこうやって持ってるものだけ、たまたま持ってるものだけで作るみたいなのが結構好きで、まあ、ビルダーズ2の僕的にはですよ、僕的にはいい部分でもあり悪い部分でもあるっていうのがあって、こう豊富すぎるんですよね、ものがね。うん、そうするとこうやっぱ手段や選択っていうのが増えていく分ね、悩んだりをしてしまうわけであって、まあそういった中でこうやって土ブロックだけでやっていくとか、今みたいに持ってるものだけでやっていくっていうのは、まあ、個人的になんですけどすごい好きで、うん、まあルーツがねまず1の体験版の時にそういう感じであの土ブロックだけでやってるっていうのがルーツだったので、うん、やりやすいかな個人的に今回の島は。うん、そしてこうやって持ってるものだけでっていうのはすごいやりやすいかなって思ってるわけなんですけども、はい、でここをね新しく作っておきました。うん、このね床石を使ったり草原の土ブロックを使ったり普通の土ブロックを使ったりっていうのも、まあ、僕の勝手なこだわりなんですけど1の体験版の時っぽいかなって思ってやってます。そしてこっちにつながってくるわけですね。はい、ここもねかなり広げたんですよ。うん、まあ、こんなに広げてどうすんのって感じなんですけど、そこが本当に悩みで、まあ、下の層はまあもうあのままあれぐらいの広さでいいかななんて思っていて、上は以前言ったように、まあ、段差をつけていって、まあ、最終的には土のブロックのお城みたいな感じでやっていくスタイルで行きたいかなっていうのが目標ですね。うん、でその高さ制限がねだいぶ2では幅が広くなったので、高くして上からこう通路を作ってこの今作ってる土ブロックの場所をこう見下ろせるみたいな、見渡せるみたいなね感じでもいいかななんて思ってますね。うん、ここら辺とかもねこうやって通る場所作ってあるんですけど、まあ、住人がね通ってくれてるのでそこはすごい嬉しいかなって思っていて、うん、まああとやってるって言ったらあの NPC の服装ですねを、バニーと水着だらけにしようとしていてやってる感じですかね。はい、でまだあと数名ね着替えてないやつがいて、一人一人こう部屋に閉じ込めて、まあ、特設でねあの作って部屋に閉じ込めてやったりとかしてたんですよ。まあ、それでちょっと疲れてしまっていて僕がね、なんか、もういいや自然に着替えてくれるのを待とうみたいな感じになってしまったんですけど、うん、まあ、それでも5、6人は水着に変えましたかね。あとどうしても着替えてくれないのがおなじみのね王様の側近である赤い衛兵ですね。ゼセルちゃんはそんなことなかったんだけどね、着替えてくれないんですよ。なのでまあ強制的に着替えさせました。王様を一回撤去してね、まあ、おそらく王様がいると余計にってのもあるんだろうけど、うん、
まあ、水着に着替えさせてやりましたよ。水着だかバーニーだか忘れたけどね。どうしようかな。なんか扉たまには変えてみますか。まあ、あとはですね、土ブロック、基本的には土ブロックなんですけど、この松明を照らすとこのブロックだけは違うブロックをあえて使っているようにしたりとかしてますね。それもこう手に持ってるなんか適当なブロック、数が少なめのやつを使ってるんですけど、なんとなくやっぱりこう違いが欲しいので、まあ、そういうとこだけは土ブロックじゃないブロックをね、あえて使ってはいるんですけどね。まあ、壁とかはもう絶対土ブロックでやってます。だいぶ広くなってきたので、そろそろ NPC にこうまた一つね、何かこう部屋を与えてとかってやって、移動させるようにしないと、行かない場所、行ってくれない場所っていうのができてるんで、まあ、考えていきたいですね。多分最後に部屋作ったのが、ここですもんね。ここの空洞のエリアですよね。あ、で、階段ね、変えておきました。階段じゃなくて、この土ブロックにしときました。これ NPC がね、ぴょんぴょん跳ねるのがまた可愛いんですよね。なんか暗いな。なんかここら辺ももうちょっと改良の余地がありそうだな。せっかくね、こんだけ高低差があるので、悩ましい。ちょっとね、ワンの自分のね、動画を確認したんですけど、通路がこんなに広くなかったんですよね。で、まあ、ぎゅうぎゅうに敷き詰めてやっておきたい場所っていうのも、まあ、やってみたい場所っていうのもやっぱあるので、すげえこう、本当にブロック2つ分の場所、広さ、通路。もうやっていきたいんだよね。
ワンの体験版の時の再現、まあ、それがもう大前提なので。いいね。二人で。いいじゃない。これ、あの今の黒髪のね、あのめちゃ可愛い子いるじゃないですか。サイドテールの釣り目の。あの子はもうね、着替えてくんなかったんで、赤いバニー、もう俺の趣味ですよ。着せてやりました。正直ね、あの、個室を作ってあげて、こう、喜んでくれるモーションあるじゃないですか。あれをね、やっぱりちゃんとした部屋を作った時に見たいんですよね。だけど、着替えさせるためにはどうしてもね、壁掛けの、個室のね、壁掛けを使ってやった方がいいので、あの子にはもう使ってしまったんですよね。めっちゃ狭い更衣室を見て、私の部屋マジで嬉しいって言ってましたけど。また新たに何かね作りたいんですけどね、迷路みたいな感じだったり建物っていうものを作りたいんですけど、本当にね、先ほども申し上げたんですけど、いや申し上げたかな忘れたけど地面を広げていかないと作れないんですよね。でもその地面を作ったらこの土ブロックがなくなるんで、外面を壊しての繰り返しです今マジで。なのでね、ちょっと動画今回もねこうしてあげるか悩んだんですよ。何か作ってからねお見せするでもいいかなみたいな思ったんですけど、まあまあまあちょっと現状どんな風なのかっていうのもね、まあ言ってもいいかなみたいなね思ってねやったんですけどね。そうだなあ、とは結構もういろいろやりかけが多いのと、悩んでるからやりかけてるんですよね。これもこう、向こう側にね、地面をこう広げていくか否かで悩んでるし。まあ、とにかくここはね、もう大々的に広げていきたい。それはでもあって。どんな感じにしていこうかっていうのは悩んでるけど。まあ、最終目標は、とにかく、ワンの体験場の時の土のお城みたいな風なのを作ってね、やっていきたいと、いうことです。はい。なんか、今回ね、対決じゃねえ、退屈な動画になってしまって申し訳ないです。なんか裏作業動画でね、あれなんですけど、まあ、そんな感じで、あります。はい。着替えてるかな？着替えてない子もやっぱいるね。ああ、こいつ着替えてないな。あれ、こいつ、俺着替えさせた気がするんだけどな。こっちか。なかなかですよね、ここら辺がね。ああ、そうだ。そうそうそう。まあ、ここからはもう完全な雑談に なっちゃうんで、どうでもいい方はスルーしてくれて構わないですけど、僕、PS4 はちょっと若干ね、もう、ガタが来てまして、以前ディスク読み込まない現象あって、ビルダーズができないよって話したじゃないですか。まあ、でも今こうやってできてるんですけど、まあ、そのできる方法をね、まあ、教えてもらって、調べてもらってね、調理さんが教えてくれたんですけど、マジでね、本当にそれを教えてくれてガチで、ありがとうございました。実はですね、あれから、もうビルダーズ以外のゲームもほとんど、ディスクを読み込んでくれなくなってしまったんですよ。それこそモンハンだったり、他のゲームもそうなんですけど、読み込んでくれなくなっちゃって、どうしようと。カコカコ音が鳴ってしまって、もうこのままじゃ俺ゲームできないじゃんって多分なってたと思うんですよ。だけど PS4 を横に倒して
まあ、ディスクを入れることによって、まあ、なんとかね、うん、こうディスクの吸い込みとか、こう吹き出しがこうゆっくりだ、ちょっと怖いんですけど、震えた感じで。うん、まあでもなんとかできていて、まあそれはでも本当に、教えてくれたチョイさんのおかげですね。はい、あ。マジであれを俺多分調べても出てこなかったんだよ、あのやり方。あれ教えてもらってなかったら、俺多分もう PS4 人生終わってたんで。うん。買い直しですからね。でも買い直してもデータね、あれなので。うん。まあ、本当に良かったなって思います。ありがとうございます。うん。あとまあさらにさらに、あの余談で雑談なんですけど、僕のね、見てくれてるリスナーさんのミゲルさんって、もう日本語を喋って堪能じゃないですか。で、それってね、改めてすごいなってまたの感心したんですよね。というのも、実は僕、たまに話すんですけど、PS4 のフレンドが今、まあ大体90人ぐらいいるんですけど、ほとんどが外国の方なんですよ。そして、ほとんどが絡まないんですよね、やっぱり。うん、だけど、まあ中には、こう、たまに遊んだりする方がいるんですよ。まあ、ポルトガルだか、どこだかの方なんですけど。でもまあ、海外の方って、英語でこう、文章を送れば通じるじゃないですか。そして、まあ僕もまあ、その、ある方とね、アサシンクリードユニティの時に知り合って、で、今、モンスターハンターやってるんですけど、そのフレンドが、まあ、便宜上ユニティって呼びますけど、ユニティさんが連れてきたフレンドさんがいて、その人もまあなんかドイツだかイギリスだかの方で連れてきたんですけど、なんかこう、その連れてきた方と僕は、そのハンターの、まあ、マスターランクっていうのがランクあるんですけど、ランクがまあ僕の方が全然上なんですけど、まあ、マスターランクに到達していて、で、そのユニティさんは、まだマスターランクになってないんですよね。だからこう、必然的に僕とユニティさんのフレンドがユニティさんを手伝うみたいな感じになるわけなんですけども、こう、僕がこう先に倒してしまったり捕まえてしまったりとかすると、こうなんか、こう波長が合わないってなんとなくあるじゃないですか、ゲームやってて。うん。で、なんかこう、最終的にこう、ファックユーみたいな感じで言われて、でも、ファックユーってね、外国からしたら結構悪い言葉、日本人は割とね、平然と使いますけど、外国からしたらまあ、中指を立てるのと同じぐらい良くない言葉じゃないですか。うん。なので PS4 でもファックユーって、規制ついて確か打てないし、うん。なんでこう、間スペース開けてファックユーみたいな感じで言われたんで、俺もムカついたから、ダーイつって、まあ、死ねって言ったんですよ。うん。で、まあそれでね、なんか、まあ気分悪かったんですけど、まあ僕もね、ちょっとこう、挑発する意味も込めてフレンド申請を送ったんですよ。うん。で、そしたら、なんかこう、まあいろいろこう文書で書いてあって、まあこれなんて書いたんだな、みたいな。でもまあそのキルドみたいな、こう殺したみたいな言葉も書いてあったから、ああ、また俺のことディスってんのかなと思って、よくよくこう見たりこう、まあわかんない単語は Google さんに頼んでね、こう訳してみたら、どうやらそのファックユーって言ったのはあなたに対してじゃなくて、まあモンスターハンターに出てくるモンスターのリオレウスに対して言ったんだけど、あなたが怒ってしまったんでそれは悪かったみたいな感じで言ってきたんですよ。うん。だから、あ、そういうことだったんだみたいな。うん。で、まあ僕もね、あ、それ誤解してましたって言ったら、まあ向こうもね、私が言ったら死ねって言ってきましたよね、ははみたいな感じで、ちょっとこう、調子乗ってたんで、まあまあまあ、それはごめんねっていうふうに言って、まあ、まあ仲直りというか、和解したんですけど、まあそういうね、こう、言葉が通じないってすげえ大変だな。でもそんなこう、僕が、じゃあ今からペラペラに英語できるかって言ったらできないじゃないですか、やっぱりね。うん、でやっぱりその海外の人たちも当たり前のように英語で喋ってくるわけで、うん、まあ、僕が日本人だってことは知ってるんですよ。知ってるけどやっぱりもうバリバリ英語を使ってきて、たまにこうローマ字でありがとうとかって打ってきてくれるんですけど、まあ、ね、それぐらいじゃないですか、うん、だからなんかこう母国の国の言葉じゃない言葉をああやって、まあ、チャットで打って喋れるミグルさんっていうのは本当にすげえんだな、やっぱりって
ね、改めてね、ちょっと思いました。まあ、今回ちょっと子さんリスナーさんの改めてありがとうございますみたいな、助かりましたとか、尊敬しましたみたいなね、部分の話ではあるんですけど、まあ、完全余談ですがね、まあ、ツイッターで書くよりは動画で言った方が、まあまあまあ、なんか、伝えやすいかなと思って、ちょっとここの場を借りてね、こういう話をさせてもらったんですけど、まあ、何事にもね、僕だってね、争いたくないですよ、そりゃ。どっちかっていうと平和主義なので、物申したり、トゲトゲしいこと言ってますけど、基本は僕も平和主義ですから、みんなで仲良くというふうに思ってますし、マルチとかって僕はあんまりマルチゲーやんないですよね。モンハンぐらい。なので、やっぱそういうところでこう接し方っていうのをこう考えて、もう本当に全く違う別人なんだよ、この人たちはと。あなたがいいと思ってることを他人はいいとは思うとは限らないと。それぐらいのね、なんか、スタンスでやっていかないと、本当に些細なこと、些細なことでイラついたり、何やってんだこいつってなりますもんね。まあ、日本人の文化としては、結構やっぱそういう細かいところ、うるさいじゃないですか。なんか、昔、ミゲルさんも言ってたけど、日本人は本音と建前があるから難しいみたいな。その通りなんですよね。なんか、日本人ってやっぱりそういうとこある。でも海外の人はド直球な人が多いんで、本当にもう、なんだろう。僕もね、こう、なんかゲームとかでこう、フレンドさんとか助けたりするともう普通になんか I love you みたいな言われますし。日本人はでもね、そういうのをやったところで愛してるぜなんてなかなか言わないじゃないですか。親しい仲とかじゃない限りね。そういう文化の違いもありますし、まあ、もちろん同じに国同士の日本人同士でもね、やっぱりなんざこいつってやついますし、まあ、でもそこでね、まあこうすぐにイラつくのもまあ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 、それはね、あれなのかな。まあ方法がありますからね、キックするだったりとか、まあいろいろね、だからこう自分よりも下手なプレイヤーに対してはね、なるべく僕もこう、まあ、下手っていうとあれですけど、突っ込んだりとかはしないようにはしてますけどね。まあ、突っ込んだことないですけど、実際。まあ、そんな話でした。はい。じゃあ、この土ブロックを作ったら、地面を作ったら、今回の動画、終わろうかな。なんか久々に雑談の動画になっちゃったんだけど、雑談&裏作業の動画になっちゃったんだけどね。地面を作っていくっていうのはね、本当に大変なんですよ。まあ、これはもういつも宿命として僕はやってる気がしますね。ワンの体験版でも天空に作ってさ、やりましたし、で、あれかな。まあ、ワンの製品版の時はやってなかったかもしれないけど、ツーの体験版の時もまた高いとこに作って、そして、ツーの、そうだね、空っぽ島にも天空のエリア作ったもんね。あそこ結局何の意味もない場所になっちゃったけど、すごい出来良かったと思うんですよね。四季折々で作ってみたりとか、あそこはね、本当に個人的には力作なんですよ。ただ本当に何の意味もない、何の意味もない場所になってしまったんですけど、またね、ちょっと本当は今週じゃない、先週かも、先週ね、また生放送休日にやろうかと思ったんですけど、
土日に、うん、少しね時間が取れなかったんでやれなかったんですよね。まあ、こうやって喋りながらやるっていうのは本来であれば生放送の方がベストなんですけど、うん、まあたまにはいいでしょう。よいしょ、はい、できました。これ、ね、上から見るとね、この松明綺麗ですよね。うん、こんな風に作っていますという感じです。あ、チャコ着替えてる。チャコ着替えてるってことはロッカーに、ああ道が分かんない。ロッカーに多分チャコがもともと着ていた服があるはず。おい、何やってんのこれ。おー、そういうことか。面白いね、見張ってんだね、赤い衛兵ちゃんが。いや、王様と赤い衛兵は面白いな。これ赤い衛兵が2人か3人とかいたら全員ついてくるんですかね、それとも1人オンリーランダムなんですかね。ちょっとそこら辺僕検証してないし、ちょっともう島にこれ以上人呼べないんで、知ってる人いたら教えてください。うん、あれ緑の衛兵がなんかあんま活躍してる感じがしないんだけどな。あれ、おお、ああってことはあれかな、チャコがもともと着ていた服着替えちゃった感じかな。あらら、じゃあ誰かがチャコが着ていた服を着ちゃったのか。残念残念、お前らちゃんと着替えろよ。これいい具合に消えちゃうな。いいなぁ。これは素晴らしい。写真撮ろう。保存しよう。よし。じゃあ、今回はここで一度お開きにしたいと思います。雑談動画でしたけど、最後まで見てくれた方、ありがとうございました。まあ、途中でもありがとうございました。はい。では、また。